長いないし、パー、長い、リューパー、ウーが。私は石月健一と申します。私の家族はおじいさんの代から稲の栽培をしてきました。私には世界のいろんなところで農業生産を進める仕事に従事した経験があり、食料生産が安全かどうか、生態的かどうか、また食料生産の過程が環境に優しいかどうかという考慮を非常に重んじています。今私は町民県通信鎮のドンフー中宮農場に勤めていて、人々にお腹いっぱいかつおいしい食事をし、田んぼの生活になっていただくことが私の仕事です。この度の中国共産党第20回代表大会を見守ることができ大変光栄です。会議の報告書では、人と自然が調和共生した近代化や食料安全や農業技術と設備投資への支援強化などが織り込まれ、近代的農業を推進する方向が示されました。科学技術の進歩は食料生産の増加と安全をもたらすだけではなく、農産品品質の向上にもつながることになります。品質が優れれば出荷価格がアップできることで、農民たちの収入増加が図れることによって、中国人として自ら自分たちの食卓に関することが自分たちで決めることでいられます。中国では数千年で伝授されてきた春種をまき秋収穫するに、とても奥深い長い米文化が形成されています。漢字には乃木と米を辺にする漢字が600字を超えていて、日本語にもそのような漢字がたくさんあります。米の文化は国境をまたぐもので、中国人にしても日本人にしても、また韓国人もベトナム人も皆お米を食べながら育てられてきています。私たちはご飯を炊いて美味しくいただく毎日を送っているからこそ、私は高品質のお米を作ろうとしています。毎日のようにお米を食べている日本人や中国人に、お米を口にするたびにたくさんの幸せを感じていただくたく思っているからです。町民は非常に恵まれた生態条件に恵まれ、気候も私の故郷の新潟ととても近いです。ここでは非常に良質なお米が栽培できると思います。もちろん今の新しい時代において、ここの土地を大事に保護すべきという持続発展の理念を守らなければなりません。そのためには生産量と品質のバランス取りに心がけ、人と自然の調和した在り方を求める必要があります。私は自分自身の栽培理念を貫き、環境に優しい方式で質の高いお米を作る仕事に、ここの農民の皆さんと一緒に探索しているつもりです。またそれによって私は農業がとても有意義に感じ、大変楽しさを味わっています。